俺は徐々に追い詰められている。だが逃げはしない。あんな奴のために逃げ出してたまるか。俺はあいつと戦うため戻ってきた。どうした羊、なぜ邸内の明かりを消している？長女、帰ってたのか、ロンドンから。解毒剤は手に入れたよ。さっき父さんに飲ませたばかりだ。つまり証拠をつかんだということだよ、ディオ。ディオ、僕は気が重い。仲が良かったとは言えないが、兄弟同然に育った君をこれから警察に突き出さなくてはいけないなんて残念だよ、ディオ。本当に分かってもらえないかもしれないが、これは本心だよ、ディオ。ふぅ、ジョジョ、君はそういうやつさ。その気持ち、君らしい優しさだ。理解するよ。ジョジョ、勝手だけど頼みがある。最後の頼みなんだ。僕に時間をくれないか。警察に自首する時間を。え？今井、自首したいだって？ディオがこんな態度を取るなんて。僕はてっきり追い詰められた野獣のごとく必死に反撃に出ると警戒していたが。ジョジョ、僕は悔いているんだ。今までの人生を。貧しい環境に生まれ育ったんで、くだらん野心を持ってしまったんだ。バカなことをしでかしたよ。育ててもらった恩人に毒を持って財産を奪おうなんて。その証に自首するためにジョースター邸に戻ってきたんだよ。逃亡しようと思えば外国でもどこへでも行けたはずなのに、罪の償いをしたいんだ。確かに。ジョースターさん、気をつけろ。信じるなよ、そいつの言葉を。誰だって聞きたそうな顔してんで、自己紹介させてもらおうがよ。俺はおせっかい焼きのスピードワゴン。ロンドンの貧民街からジョースターさんが心配なんでくっついてきた。ジョースターさん、アマちゃんのあんたが好きだから一つ教えてやるぜ。俺は生まれてからずっと暗黒街で生き、いろんな悪党を見てきた。だから悪い人間といい人間の区別は匂いでわかる。おい、ザクセー、ゲロイカの匂いがプンプンするぜ。こんなワルには出会ったことがねえほどな。環境で悪人になっただと？違うね。こいつは生まれついてのワルだ。ジョースターさん、早いとこ警察に渡しちまいな。こいつの顔に見覚えがあるだろう。ディオ、この東洋人が君に毒薬を売った証言は取ってある。ディオ、話は全て聞いたよ。残念でならない。君のお父さんは命の恩人。そして君には息子と同じぐらいの愛情と期待を込めたつもりだったが、寝室に行って休むよ。すでにここまで取り囲まれていたとは。もうおしまいか。ジョジョ、逮捕されるよ。だがせめて君の手で手錠をかけてほしい。7年間の付き合いでわがままを言わせてもらえれば、加藤を怪我しているんだ。きつく締めないでくれ。ジョースターさん、気をつけなさい。わかった。
僕が手錠をかけよう。ジョジョ、人間ってのは能力に限界がある。俺が短い人生で学んだことは、人間は策を弄すれば弄するほど予期せぬ事態で策が崩れ去るってことだ。人間を超えるものにならねばな。何のことだ、何を言っている。俺は人間をやめるぞ、ジョジョ。俺は人間を超越する。ナイフを持っている奴を射殺しろ。石仮面、なぜ君が持っている。危ない、ジョスターさん。ジョジョ、お前の血でだ。おお、これは、うわあ、ジョジョ、父さん、奴を射殺しろ。父さん、なんてことだ、ナイフなんて普通なら避けられたのに。ディオが僕の研究していた石仮面をなぜか持っていたから、それに気を取られ驚いて。父さん、やっと元気を取り戻したばかりなのに、僕の身代わりに。ジョジョ、父さん、しっかり、医者が来れば助かります。ジョジョ、ディオを恨まないで。リオの気持ちからするとかえって不平等に感じたのかもしれない。それが彼をこのようなことに仕向けたのだ。リオはブランドー氏のそばに葬ってやってくれ。悪くないぞ、ジョジョ。息子の腕の中で死んでいくというの。あの父親の精神は息子のジョナサン・ジョースターが立派に受け継いでいる。それは彼の強い意志となり、誇りとなり、未来となるだろうぜ。普通俺は自分が困るとすぐに泣き抜かすアマちゃんは大嫌いだがよ、この親子は違う。自分たちのしたことを後悔しない最高の大アマちゃんだぜ。死体がディオブランドの死体がない。なんだこいつは、生き返っている。なんだこいつは。あんなに弾丸を食らったのに生きている。ジョージョ、俺はこんなに素晴らしい力を手に入れたぞ。石仮面から、お前の父親の力。ひょっとして吸い取っているのか。人間の中の精気をディオは吸い取っているのか。ディオは人間じゃないのか。何者になってしまったんだ。怪物を生み出したのか、あの石仮面は。正直僕は怖い。だがディオ、君
君をこの世にいさせちゃいけない。片をつける。僕が好奇心で研究していた石仮面が魔物を作り出す道具だったなんて、僕の責任だ。戦わなければならない。仮面の弱点を見つけてやる。必ずあるはずだ。それは古代人が滅びたことにつながっているはず。逃げろジョースターさん。あんたに勝ち目はねえ。怪物を生み出した責任を感じているんだろうが。ノウ、古代人の作った石仮面の骨身は脳から人間の隠された未知の能力を引き出したに違いない。とするとリオを倒す可能性は完全に脳を破壊し尽くすこと。強い意志を持ってやらねばならない。強い意志を持つ。リオはすでに人間でないのだから、魔物なのだから。これ以上ディオに殺戮を許すわけにはいかん。ディオの指で殺され、正気を吸い取られた警官の死体が生き返った。グブー、あったけち、ベロベロ涙。ひでえ。化け物は化け物を生み出すのか。ちうわち、吸ったらいいだろうな。お前だ。いや、おりゃ。いや。相手にならんな。いや。よ。いい日になるなよ。いや。いや。だ。相手にならんな。相手にならんな。やるじゃねえか。またまた。無駄無駄。やるじゃねえか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 。やるじゃよくも俺に相手にならんな。よっ、はい、やるじゃねえか。くそ、相手にならんな。愚か者、やるじゃねえか。よっ、おりゃ、よっ、はい、いきりなんだぞ、愚か者が。あっぱれだ。くそ、よっ、やるじゃねえか。おりゃ、その程度か。おりゃ、危ない。まだまだ愚か者が。おりゃ、生きりなんだろうよ。生きりなるなよ、愚か者が。生きりなんだろう。やるじゃねえか。やるじゃねえか。お前だ。やるじゃねえか。はい。よ。
もう少しこの素晴らしい力を楽しませてもらうぞ。自分でもどこまでできるかまだわからないからな。言ったろうジョジョ、策を浪すれば浪するほど人間には限界があるんだ。無駄な悪あがきはよせよな。カーテンの陰で怖がってないで出てこい。一緒に隠れている君の友人と共に仲良く俺の命としよう。さっきの警官のようにな。うわー、策ではない、勇気だ。邪悪な心に化け物の力を持つ魔物、やったぞ。やつは焼けている。ディオは打撃を受けている。確かに皮膚を焼かれている。しかし確かに焼けている。だが焼けながらも皮膚の組織が素早く次々と再生しているんだ。体に弾丸を打ち込んでも傷が治る理由はこれか。この火では倒せない。体を燃やしながらも攻撃してくる。